はい、ということでね、今日、Amazon からね、届きました。お酒です。久々にね、こちらね、飲みたくなったんで、購入いたしました。値段がね、2000円です。高っ。すぐ届いたもんね。さすが Amazon。すごい。結構、しっかり。じゃじゃじゃーん。ゴロハチ。ゴロハチ。ゴロハチ。です。ほら、すごい。この、濁り。すごい。めちゃくちゃすごい。ゴロ。モロハチです。冬の代名詞。ね。田舎、酒屋のゴロハチ。濁り酒、菊水酒造でございます。新潟県産、米 100% 使用。ね。1.8 リッター。製造年月日が2017年の12月の26日となってまーす。うん。12月の26日。まあ冬限定なんで。秋冬限定らしいからね。これはね。うん。ということでね。早速、飲んでいきましょうか。これ結構アルコール度数が高いんですよ。日本酒にしてはかなり。高いね。日本酒なんですが。この針金何これ、おい、開かねえぞ、これどうなってんだ。あ、開いた。約1年ぶりかな、俺が飲むのは。1年ぶりぐらい、でしょ。多分去年も飲んでると思うんですよ。ね。よし。よっち。これ美味しいんですよ。これ大好きなんだけど。いや、そんな飲んでねえか。去年飲んでねえか。おうおお。すごい、プシュッていった。これあれですね。濁り酒だからか、結構、プシュッてなる。この上積みの部分を、まず一杯。上積みのね、濁ってない部分を一杯いただきます。乾杯。あー、甘い。これは甘酒っぽいですね。実に。本来の風味をお楽しみいただくためには、お早めにお飲みください。製造者は菊水酒造株式会社、新潟県新発田市の会社です。荒削りなうちにも、おおらかで豪快にして昔ながらの素朴な味わいをお楽しみいただきます。ロックか冷やしてが二重丸って書いてあって、それ以外は、何も書いてないですね。なるほど、ロックか冷やして。あー。で、これアルコール度数が21度。原材料名が米と米麹と醸造アルコールと糖類と酸味料。あ、糖類使ってるからか。道理で甘いわけだ。甘い。一般的な日本酒に比べて甘みとアルコール度数がズバ抜けてますね。
うん。ああ、これは。これちょっと振るか。ちょっとこう。一回ちょっとこう。こうして。ここに入れといてと。5、6、8。これ何年ぶりだろうな。結構あんま飲んでなかった気がする。2年、3年ぐらい飲んでなかった気がするな。よいしょと。それでは、それでは。ゴロハチの、ホームページ。ゴロハチ。これ文字化けしてんだよな、これ。なぜか。ああ、辛い。アルコール度数が、すごいっすね。さすがに。オンザロック。キムチや熱々のチゲ鍋に合う。ああ、合いそうだな。これは合うな。なんか、菊水酒造の、あの、サイトが文字化けしてるのは俺だけなんだ。文字化けしてますね。で、なんか変なのが出て、アップデートとかって出るんだけど。これ何？ダメだ。謎です。謎です。諦めましょう。うん。仕方ないんで、Amazon の、ところを見ます。春冬、春夏、秋冬限定の旬の濁り酒。濃厚でコクのあるゴロハチは冷やして飲むのがおすすめです。あれ、秋冬だっけこれ。春冬って読むのちょっと待って。春夏春冬ってさ、秋冬だったんだ。俺ずっと春夏春冬って呼んでたんだけど、よく考えると、春で春って言ってるのに、夏、春って、同じ春でさ、どうやってさ、読むんだと思って。春夏秋冬か。俺ずっと今まで30年間俺春夏春冬って呼んでたんだけど。春夏秋冬だった。春夏秋冬か。春夏春冬。春夏俺春冬って言ってたかもな。ずっと。
春夏秋冬か。ああ、それ知らなかった。米の旨味が丸ごと味わえる濃厚な甘口タイプの、濁り酒、もろみも含んでおり、お米の粒が、粒の食感もお楽しみいただけます。濃厚なゴロハチには旬の食材をふんだんに使った鍋料理はもちろん、濃い味の魚がぴったり。料理の美味しさを引き立て、お箸も肺も進みます。冬の笑顔の真ん中に旬の濁り酒をぜひどうぞ。濃く甘く染み渡る濁り酒の決定版、新潟県産 100% 米使用。ああ、このとろりっとした。これはすごい。とろみがある。うん。ああ、これは、効くわ。ただ、あれですね。結構甘みが強いですね。うん。1.8 リットルの一升瓶買って言っておいたらなんなんですけど。これ結構飽きるな。結構飽きるぞ、これ。まあ、というのを、考慮して、あれですよ。ロックですよ。そうそう。ここでロックなんだよ。ここでまあロックをいただくんだよ。飽きるだろ？ここでロックなんだよ。ロックに行こうぜ！っていうことでロック。で冷やしての。ここで冷やしての。いやでもこれは女性におすすめなってではないでしょうか。これはさすがに。うん。甘くて飲みやすい。まあ甘酒みたいな感じですよね。甘酒の、アルコール度数高い甘酒みたいな感じですかね。これ、女性におすすめ。うん。ああ。ああ、これは効くわ。うん。うん。うん、うん。甘い。甘酒。うん。ああ。うまいんだけど、やっぱ飽きるな。うん。これはね、飽きますね。しくったなぁ。これ飽きるぞ、絶対。これ一杯で飽きるぞ、これ普通に。あかん。やらかした。くっそー。一升瓶買っておいてなんだけど。酔っ払ってさ、買っちゃったんだよ。酔っ払ってさ、ノリでさ、買ったんだけどさ。やらかしたな、これは。
まあ、俺が人柱になったということで。コンビニにも売ってました。東京のね、足立区のコンビニに売ってました。多分冷蔵コーナーにあると思います。うん。冷蔵庫のとこにあると思います。確かファミマに売ってました。うん。でね、俺ね、今日ね、いろいろ行ったんだよ。昨日もいろいろ行ったんだけどね、札幌のね、ビールの、俺が前回の動画で言ってたんだけど、なんだっけ。銀座ライオンね。銀座ライオンっていう缶のビール。あれ、昨日ね、行った時にはね、売ってたんですけどね、今日ね、不意に飲みたくなってね、買いに行ったんですけどね、7軒ね、コンビニ回ったんだけどね、どこにも売ってなくてね、多分あれが最後の1本だったんでしょうね。で、ググったところによると、特にコンビニ限定とかも書いてないんですよね。うん。ただ発売日が、12月のね、20日ぐらいが発売日で数量限定って書いてあったんで、もう多分結局残ってないんでしょうね。うん。まあそういうことなんだろうなと、思いましたね。うん。でね、まあまた関係ない話だけど、日本酒でね、木桜だっけ？木桜っていう日本酒メーカーがあるんですけど、それが今気になってて、で、一応、ニコ生やってた時におすすめされたのが、木桜の辛口一献ってやつ。がおすすめされたんですけど、うん、やっぱね、辛口の酒、日本酒度がやっぱ高いやつがいいかなと。で、この辛口一献のね、まあ小さめのやつでいいんで、ちょっとね、いろいろ今探してるんですけど、いきなり2リットルとか3リットルのやつも売ってるんですけど、ちょっとそれで外れたらあんまりあれじゃん、もったいないでしょ。今サイト見たら 300cc の辛口一献も売ってるみたいですね。値段223円。これで売ってればいいんだけどな。いろいろ行ったところに、コンビニでは売ってなかったですね。木桜ってメーカーはね、俺も前ね、日本酒飲んだ時あって、普通にうまかったんですよ。うん。あ、うめえなと思った。この木桜って。木桜。うん。ああ、このあれか。カッパシリーズ、木桜のカッパカップっていう、ワンカップのやつ。ああ、これ、木桜だったんだ。英語で木桜って書いてあって、か、ローマ字か。ローマ字で木桜って書いてあるのと、普通に漢字で木桜って書いてあるので、違う、見た感じが違うから。あ、これなったのか。気づかなかった。なんか怪しいね、女のカッパがね、なんか、絵に描かれてるね、ワンカップ酒。うん。これ100円ショップで売ってたわ。ああ。うん。で、多分個人的にうめえなと思ったのは多分、金印木桜っていう。もう木桜の多分代名詞的なやつ。うん。木桜は本当に美味しいんだよ。これどこの会社なんだ。これ日本酒、新潟の会社でしょ。さすがに。
京都の会社？この会社。マジで新潟だと思ってた。へえ、この会社京都なんだ。普通に知らなかった。へえ、木桜って、あれなんだ。いや、この木桜はね、本当にね、日本酒うまいんですよ。なんだろう。すっきりしてる。癖がない。勝った気がするんですよ。俺が飲んだ時は。うん。なんで、これ今度、狙ってね、売ってたら買ってみようかなと。うん、って感じですね。うんうんうん、やっぱ辛口1本あたりが、あの、日本酒度が高い、プラス4なんですけど、これかなぁ。うん、まあ、ちっちゃめのやつ買ってちょっと味を確かめつつ。で、最近ね、ちょっと今、最近ハマってるのが、クッキークリッカーハマってますね。今更ね。クッキークリッカー。昔流行った、5年前ぐらいに流行ったね。あの、フリゲな、フリゲっていうか、フリゲといえばフリゲなんですけど。まあまあ、スマホでもあるんで、クッキークリッカー。こう、ガチャガチャクリック、クリックして、今の子知らないんじゃないかな。5年前ぐらいに流行ったやつなんですけど。ゲームね。クッキーを増やしていくゲーム。コクは満点ぐらいで、甘みも強い。香りも、強い。まあ、これは一回は飲んだ方がいいと思いますよ、僕は。うん。はい。5444です。ご視聴ありがとうございました。